んにちは、ぼうです。本日はクリーニング屋さんに行くときに毎回店の前に今日の一言が書かれていて、気になるなって思っていた心さんに行ってきたので紹介したいと思います。本日は男は度胸、女は愛嬌、おかまは最強って書いてありました。通るたびに何か書かれているので、通るとき楽しみにしてるんですよね。そんな気になるお店に上司が本日行ってみようって言ってくれたので行ってみることにしました。予約をして行ったのですが、大人2人子供1人って言ったら個室を準備してくれてました。さてメニューをチェックです。刺身の盛り合わせ、馬刺し、パスタ、もつ鍋、チャーハン、和洋折衷何でもあります。やばいですこの店。さすが変わった立て看板出してるだけあります。こんな色なの？またなんかさ、こういう個室があるんだったらさ、もし嫌じゃなければね、また来たいね。ここでもいいな。ということでメニューにも感動です。ある程度メニューを少なくしとかないと材料費がめっちゃかかっちゃって売り上げにつながらないのではって思っちゃってるので、これだけの種類を出せるのはかなりポイント高いです。本日は馬刺し、ちくわ納豆の磯辺揚げ、タコから、卵焼き、炊き餃子を注文です。さてさてお味は今ありますか？ちょ行こうか。生まれ馬刺しください、はい、あとなんだっけ、クエルって言ってた、なんか卵焼きみたいなのってあります？あります。種類が結構あって、はい、だし巻きうすとろだし巻きですか？あ、これがあった。じゃあだし巻き一つと、一旦それだけ持ってきてもらっていいですか？もう完了してる。あ、もう早いですね。そうですね。よかったね。生魚とか以外は食わしたら大丈夫。アレルギーもなく今のとこ。おー、手がした。おすみ。今日、今日が。あげるよ、じゃあ、今日、すみません。
がってるじゃん。おいしいでしょこれ。これ好きなんだ。全部美味しかったということで、皆さんもぜひ一回行ってみてください。私たちは土曜日行って、次の週の土曜日に2回も行ってきました。ちょうどあの上司のお父さんお母さんが来てたので、どうせならもうこれ来週も連れてこようよっていうことになったんで、2回行ってきました。最高にうまかったです。では